時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしていきます。ですね、今日は5月の7日ということでございますね。9連休、長い人だと9連休だったゴールデンウィークもあっという間の最終日ということだと思うんですけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。どんなゴールデンウィークですかね。このね、日曜日の5時半とか6時とかっていう時間帯は明日から仕事だなぁと、月曜日から仕事だなぁということをちょっとね、感じるような、もしかしたら人によっては憂鬱に感じるような時間帯なのかもしれませんけれども、なんて言うんでしたっけ、サザエさん現象とかって言うんでしたっけ、なんかそういう風なね、あの時間帯にも差し当たってるんですけど、あのよろしければぜひですね、つながるラジオでちょっとリラックスしていただければなという風に思いますので、はい。まあメッセージもですね、募集させていただいておりまして、メールアドレスは797@fmkino1.com、 797@fmkino1.com、また、この番組は YouTube でもですね、ネット配信させていただいております。FM キノワンさんはですね、 YouTube のホームページ、あ、 YouTube チャンネルかから、つながるラジオと検索していただければですね、過去の放送すべてご覧いただくことができますのでですね、よろしければぜひご覧ください。過去をですね、2回ぐらい前かな、4月の3回目ぐらいの放送で、私が今住んでいる青森県弘前市の弘前桜祭りの模様をですね、満開の桜の模様を、ラジオなのに、お届けしたということもやってましてですね、 YouTube だとちゃんと動画で桜見れますんでですね、ぜひそちらもご覧いただいたらなというふうに思ってますし、リンゴの花ですね、次はあのリンゴの花、実は、まあ、もうちょっと咲いているんですけど、ちょっとこう収録にの準備に間に合わなくてまたリンゴの花がですね、満開の模様もこのつながるラジオで、お送りしていけたらいいなというふうに思ってますので、ちょっと楽しみにですねしていただければなと思います。まあ、あのちょっと時期ずれちゃうと思うんですけどあのそんなこともやってますんでですね、 YouTube チャンネルのご登録の方もお待ちしております。サイマル放送とかですね、リスラジアプリとか、あとマイチューナーラジオダウンロードしていただけたらですね、リアルタイムでもラジオ楽しむことができますので、全国どこでも楽しむことができますのでですね、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組にご参加いただければなというふうに思っております。それでは今日もやっていきましょう。よろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様の悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、改めましてお相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク最後っていうことなので、まあ、私もゴールデンウィークどんなことを過ごしていたのかななんて話もちょっとしていけたらいいと思っているんですけど、今日お話ししようかなと思ったことがですね、今自分が挑戦していることというか、なんかそういったことについてお話ししてみようかなっていうふうに考えてました。まあ、どんな話かっていうとですね、私去年の12月かですね、2022年の年末ですよね、年末から実はお勉強してることがありましてですねずっと実は学校に通っているんですよ。
で、あの学校って言っても、まあ、何の学校かっていうと、いわゆるこう資格取得の学校なんですけど、ずっともうだから平日朝9時ぐらいから夕方5時ぐらいまではお勉強をずっと実はしているんですね今あんまりこの話していないんですけど、なんかする機会もなくて、なんかずっと気づいたらもうこの4月じゃないや5月か、もう半年近く経っちゃったんですけどね。で、一応学校の予定は6月ぐらいまでにお予定してまして、ちょっと通ってます、お勉強してます。じゃあ何の勉強してんのっていうことなんですけど、ちょっと3つ資格を取ろうとちょっと決めましてで、その3つの1つ目がまあ簿記ですね。簿記で、簿記も3級と2級を取ろうと、うん、でもこれ2つですね。あと3つ目がファイナンシャルプランナーって言われてる FP なんて言われてる資格ですよね。その2級を取ろうと、まあ、計3つですね。その3つを取るためにちょっとこの半年間は頑張ってお勉強してみようかなというふうに思ったんですよ、うん。で、ゴールデンウィーク期間中はですね、学校の方はお休みだったんですけど、実はその資格試験のうちの、ファイナンシャルプランナー FP2 級の試験がですね、まあ、5月の末に迫っておりまして、まあ、今月末ですねに迫っておりまして、今大詰めを迎えておりますいろんなことを頭にぶち込んでいる最中というような感じでして、このゴールデンウィークはですね、そんなことをまあ、メインはお勉強っていう感じがになってましたかね、うん。まあ、ずっと勉強できてたわけじゃないんですけど、なるべく、ちょっと触れようというようなことですね。で、本当に学生時代以来なんですか、こういうお勉強的なこと、机と椅子に向かって教科書とかテキストとか、あとは問題集と向き合うっていうような、そういう勉強のことを勉強って知ったことがまずなかったんですよね、うん。なのでちょっとこう久々の感覚と言いますかまあ、ある意味新鮮ではあるんですけど、あ、でもなんですかね、こう教室っていうね、本当に学校なんで普通に朝、起立みたいなね、あんなんがあってですね結構新鮮じゃないですか40過ぎて綺麗っつってねそういうのやるのってあんまりちょっと自分も想像していなかったので、うん、すごく刺激にはなっているんですけどね、うん。で、あとは、まあ、クラスメイトって言われる、ね、人たちも、まあ、大体約20人ぐらいいらっしゃってですね、もうみんな一緒にこう頑張って勉強して資格に向けて頑張ろうぜみたいな感じなんですけど、やっぱり、まあ、かつ12月から始まってて、もう5ヶ月目を迎えてますから、なんですかね、やっぱりこう気持ち的にですね疲れもやっぱ見えてきてまして、まあ、疲れが見えてるのはもうだいぶ3月ぐらいから疲れが見えてるんですけどで、特にね、この5月資格試験のこの本試験って言われる、そこのやっぱり手前直前っていうこともあってですね、まあかなり、詰め込むだけ詰め込んでいるような状況になってどんどん、右の耳から入って左の耳から抜けていくみたいなことがですねすっごくこう今起きてますそう、なんでこのラジオの収録も私にとってはいい息抜きに今なってまして今日はだからそのことについてですね、まあ、挑戦していることということで、まあ、資格取得に向けて今ちょっと半年くらい、実は挑戦をしていますというようなお話なんですよ、うん。で、まあ、なんでそもそもじゃあちょっと資格取ろうかなと思ったかっていうきっかけなんですけど、まあ、私ね、まあ、初めてお聞きいただく方もいらっしゃるかもしれないので、少し自己紹介がてらこのきっかけのお話もしたいと思うんですが、私ずっとユニクロで店長とかですね、まあ、そういう、マネージャー職を長いことやってたんですよ。なので、
お店のそういった売上管理とか、いわゆるこう損益計算書とか、貸借対照表はあんまりお店は見ないんですけど、まあ、損益計算書っていうのは、まあ、バチバチ使ってる感じだったんですよね。うん、でその後に転職した会社でもですね、まあ、損益計算書っていうのはやっぱり非常に重要なツールですので、向き合うこととか自分で組み上げることっていうのはあったんですけど、自分自身がですね、こう簿記をまずやろうと思ったのは、このいう場合はどういうふうな経費計上をしたらいいのかっていうのが分からないんですよね。分からなかったんですよ。うん、で、まあ、もちろんね、あの会社にいるとやっぱり経理の皆さんがいらっしゃるので、経理の皆さんにまあ問い合わせをして、ああ、そういうことなんだっていうことで、まあ、その都度聞いてやってたんですけど、やっぱりこうぶち当たることが結構多くてですね、これどういうふうにして経費計上するのかなみたいなことが結構分かんなくてですね、まあ、専門じゃなくてもいいのでね、あの別に経理の皆さんの力を頼ることは全然悪いことだと思ってなかったんですけど、まあ、ずっと引っかかってて、まあ、損益がどうやって損益計算書とかそういう財務三表と言われるようなですね、貸借対照表キャッシュフロー計算書っていうのがどういう過程で出来上がっていくんだろうっていうことが結構気にはなっていて、で、まあ、U ターンをしてきてですね、今青森県に住んでいるんですけど、まあ、自分のお家も家業があってですね、まあ、母がそういった経理業務をやっているんですよ。うん、で母はずっとそういう経理リーグ絡みのことをやっているので、まあ、私なんかにも全然詳しいんですけど、でもやっぱり突っかかるところはやっぱあってですね、こうどうやって計上しようかなっていうふうにこうイレギュラーが発生するとですね、突っかかることもあって、まあ、そういうとこ姿を見ていて、やっぱりなんだろうな、結構必要なんだなと、簿記の知識って結構必要だなと、こう目の当たりにして感じることが多かったんですよね。うん、で、まあ、じゃあちょっと簿記を一回勉強してみようと、手始めに3級。うん、で、まあ、2級結構、ね、難しいって言われてるんですけど、まあ、2級も頑張って取ろうということで、一応講座はですね、受講はしているんですけど、2級は6月に実は試験を受ける予定でおりまして、うん、まあ、そういったきっかけで簿記は始めましたと。で3級はですね、2月に受験をして、無事ありがたいことに合格することができたので、まあ、簿記の簿の字はちょっと知ってるぐらいな感じのレベルなんですけど、実務経験はあんまりないんでただ1個ね、目標達成で1個はできたというような今現在地です。うん、でファイナンシャルプランナーの方もですね、まあそれも取ろうと思ったきっかけっていうのは、まあ結構なんですかね、やっぱ40代入ってからかな、入る前ぐらいからかな、ちょっとこう自分の老後のことをやっぱ考えたりとかするようになって、で、いろいろお金の計算とかですね、お金の勉強とかをし始めたんです。自分なりに本を買って読んでみたりとか、うん、で本当基本中の基本で、まあ、イデコとかニーサって呼ばれるですね、まあ、国がちょっとこう推奨しているような、まあ、税制優遇しますよというようなそういった制度があってですね、そういったものからちょっと手始めに、まあ、小規模な投資というんですかね、まあ、そういったことを始めましたと。でそれ止まりだったんですけど、やっぱりこう税金絡みの話って全く分かんないんですよねで税理士さんにそれも聞けばね、専門家の皆さんに聞けば分かるようなことなんですけど、いかんせん個人でこう事業主としてやっていくということになった時に、全く知らないのとちょっと知ってるのとちょっとやっぱ違うのかなというふうに思ってですね、でちょっと幅広くそういうお金回りの知識っていうのはちょっと自分としてもつけたいなというふうに思ってて、ずっと気になってた資格ではあったんですよ、ファイナンシャルプランナーってね。うん、でファイナンシャルプランナーって、まあ、本当に幅広く学べるんですよ。そういわゆる税金のこともあれば、まあ、こういった金融資産運用、まあ、株式とかですね、まあ、そういった金融資産運用のこともそうですし、あとは相続事業承継って言われるようですね、まあね、親御さんから、まあ、相続をするとか、あとは、事業を相続するとか、そういったこともだし、あと、ライフイベントですね、に関することとか、
あとはリタイアですよね、まあ、退職に関することとか、まあ、あと不動産のこととかですね、まあ、いろんなことをですね、まあ、勉強的幅広くできるんですよ。ただあの、ね、いわゆるこう税理士さんとか社会保険労務士さんとか、そういう領域の範囲を軽く触れていくってことになるので、まあ、具体のアドバイスはできないっていうふうなことにはなっちゃうんですけど、ただまあ自分自身がですね、まあ、今後の、どういうふうな、ライフイベントを控えていて、どういうふうなお金の税理があって、その時にこういう税金が出ていくよとか、こういうふうな税制控除があるんだなみたいなことって、あの意外とこう勉強して知ることができたんですよね。で、税金ってなんかすごく持っていかれるばっかりで、何なんだよってちょっとすげえ思ってたんですよでも意外と、あ、特例みたいなのってあるんだっていうですね、そういうことが知れたりとか、うん、あんまり自分は不動産的なことって本当に無知で全くわからないかったんですけど、まあね、宅建師さんぐらいにはならないですよ、ならないんですけど、まあ、ちょっとこう上辺のね、薄いところはちょっとこう、あ、そういうことをや不動産のことってやってるんだなみたいなことを知ることができたりとか、非常に勉強になってます。うん、で、まあだから、この半年間ぐらいはかなり自分としても充実していてですね、まあ、あの知識をやっぱりこう入れていくっていうことなのでね、すごく大変ではあるんですよ。で、3つね、講座を受けてますからね、簿記3級、まあ、2級とあとファイナンシャルプランナーって3つやってますから、結構混乱してますねだからあの FP の中でも6科目ありますからねそう、大混乱してますよね今だからちょっとな、まあ、でもすごく勉強になってますね、うん、まあ、これが私の今のこのチャレンジでして、ゴールデンウィークはこの5月のちょうど末、5月の28か28日が試験、ファイナンシャルプランナー2級の試験、本試験になってますので、まあ、そこがちょっとこうに向けてですね、まあ今頑張ってますっていうような、そんなゴールデンウィークです。はい、ちょっとですね、まだこれから、いや、あと20日ぐらいか、あと20日しかないのか、今ちょっと焦り始めました20日でどれぐらい詰め込められるかっていうですね、ちょっと勝負になってくるんですけど、でもこういう挑戦するっていうの、まあ今勉強っていう意味での挑戦ですけど、ある意味こういうラジオをですねやらせていただいてるっていうのも一つの挑戦でして、うん、なかなかこう一人でですね、自分でこう約30分間お話をするとか、毎週何話そうかなってこうちょっと考えたりとか、あとはね、こう、まあ、収録なのでちょっとこうすごく簡単ですけどね、編集をちょっと入れたりとか、なんかそういうこともですね、自分の中で一つの挑戦ですし、このラジオがどういうふうにこれからね、あの広がって、まあ、つながるラジオってこうつけたのはなんかそういう実は意味もあってですね、広がったりとか、まあ、つながったりとかしていけたらいいなっていうふうな、そういうふうな思いがあって、番組名にさせていただいたんですけど、まあ、どういうふうに広がりを見せていくのかっていうのもこう自分の中ではこうある意味一つの実験みたいな挑戦で、うん、あの楽しみなことなんですよね。うん、で、あの毎回喋ってるんですけどね、こうゲストをお迎えしてやっていこうと思ってるんですけど、今こう実際に自分がこう収録しているとですね、やっぱ音声状況悪かったりとか、あとはあの雑音入ったりとか、で実際のオンエアをね、あのリスラジのアプリでも私も聞いたりするんですけど、あれ音思ったよりなんか入ってないなとか、自分の声小さいなとか、バックグラウンドミュージックの方がでかくねみたいな、やっぱいろんな気づきがあってですね自分でちょっと今微調整をかなりやってる感じなんですよね。今日のこの放送も どういうふうに乗るのかなっていうのがちょっと微妙に調節はしてるんですけど、あの毎回ちょっと分かんなくて、そういう実験もある意味チャレンジ挑戦をしているようなそんな感じですよね。うん、なのでこう結構ラジオで、まだ始めて6回目ぐらいなんですけど、うん、私としてはあっという間に過ぎていく30分間で今楽しくやらせてもらってる
そんな挑戦ですね。で、あともう一つ挑戦実はしていて、もう一つって結構いろいろ実はね挑戦やってるんですけどねこれは毎日やってる挑戦なんですけど、挑戦っていうのかな、これはまあなんかもうルーティンワークに近くなってきちゃいましたけどね、実はあの Facebook で、あとノートとメルマガで、まあ、自分で 毎日とか発信をしてるんですよ、うん。まあ、メルマガはちょっとまだね不定期というか、これから発信ちょっと増やしていきたいなと思ってるんですけど、 Facebook とノートは毎日更新ちょっとしてるんですよね、うん。で、自分が日々感じたこととか、あとはこれまでの、まあ、仕事の、まあ、ユニクロでの仕事の経験談とかですね、まあ、チーム作りで僕非常に迷って、苦労したこともあってですね、そういう時の経験談の話をさせてもらったりとか、あとお店作りってどうやってやってたんだっけみたいなことをですねちょっと発信してみたりとか、あと本当に日常のこととかですね、なんかまあ あまり深く決めずに、ちょっとこう感じたこととか思ったことを毎日発信をしているんですよ、うん。で、去年の11月の24日から、まあ、配信をちょっとこう始めまして、毎日こう投稿していくっていうことを始めまして、早いものでですね今で160、70日ぐらいになるのかな、うん、になりますね、はい。1年間、まあ、365日をまずちょっと目標に続けてみようかなっていうふうに思っていてですね、だからもう少ししたら折り返しなのか、180日ぐらいで折り返したのか、結構早いですね。これもなんかすごい遠い未来にも思えてたんですけど、半分来たんだって、なんかちょっと今ちょっと鳥肌立ちました最初はこれもですね、自分でできるかなと思っていて、毎日ちょっとなるべく投稿したいなと思ってはいたんですけど、ちょっと続けられるかなって、ちょっとすごく不安感があったんですよ、うん。で、やっぱり30日とどれくらいかな、やっぱ3ヶ月か、3ヶ月ぐらいはやっぱりこうちょっと気合を入れ、まあ今も気合入れないとちょっと書けない時あるんですけど3ヶ月くらいはよいしょみたいな感じで発信してたような気がしますね。だからざっくりやっぱ100日ぐらいかなくらいまではちょっとこうよいしょって毎日発信してるような感じで、なるべく時間を決めてて、大体僕夜の9時から11時ぐらいまでの間に、まあ、発信投稿するって完了させるって、 Facebook とノートで完了するっていうことをやってるんですけど、今はですね、なんかこう、やっぱ慣れっていうのは怖いものでですね、なんかその時間が来ると、だいたい9時とか10時になると、自然とこう、パソコンをパッと開いてですね、なんか文章を書き始めるみたいな、そんなことになってまして、怖いですよね。なんか自分でも自動的に何もこう無意識で開き始めるから、結構びっくりしますね。でちょっとこうネタリストみたいなのをこう自分でも日々作ってるんですけど、そのネタリストの中からちょっとこういうの書こうかなって選んでみたりとか、あとはあらかじめ、常にこう一日過ごしてる間に今日何書こうかなみたいな、少しこうどっかで考えながら毎日いるんでその中から思いついていたら、パッと書き始めるし、思いついてなかったらそのネタリスト、なんか気づいた時にメモするリストの中からネタ的なものをこう引っ張り出してきて、なんか書いてみるっていうようなですね、まあなんか正解不正解があったりとか、これが正しい考えだとか押し付けるものでは全然なくてですね、自分っていうものを知ってもらえる一つのきっかけになったらいいのかなぐらいな、ちょっとこう軽い気持ちでやってるものでございます。ちょっとこれ見ようがしのちょっと宣伝ですけども、あのラジオを聞きの皆さんはちょっとわからないですけど、ぜひ YouTube ちょっとご覧いただければと思うんですが、YouTube ご覧いただいている皆さん、私のですね、この横にですね、こっちかな、これか、こっちかQR コードがあります。こちらの QR コードをですね、私にまつわるっていうんだけど、
ホームページだったりとか、Facebook ページだとか、今お話ししているノートだとか、そういったもの、毎日発信しているもののリンク集がこの中に収められている QR コードになってますので、もしよろしければですね、ご登録いただければなというふうに思います。非常に喜びますんで、ぜひ、ご登録の方もお待ちしておりますということでございます。はい。ということでですね、なんかいつも本当あっという間なんですけど、エンディングのお時間が近づいてまいりました。今日はですね、私が今挑戦していること、ゴールデンウィーク、どんなゴールデンウィークを過ごしていたんでしょうっていう話をですね、ちょっとさせていただきました。まあ、これからもですね、気楽にこんな感じでちょっと雑談をしていければなというふうに思っているラジオですのでですね、皆さんもちょっとお気軽にお付き合いいただけたらなというふうに思っております。はい。ではですね、毎週日曜日にですね、この5時半つながるラジオをお送りしておりますので、サザエさん症候群にならないような放送をですね、お届けできたらと思ってますんで、ぜひ、YouTube でも、毎週なラジオでも、ビスラジでもお聞きいただけたらと思っております。はい、それではまた来週の日曜日に同じ時間にお会いしましょうということで、本日も終わりにしたいと思います。お相手は松山秀和でした。どうもありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。